はい、暗号通貨ニュースでございます。速稼塾の久保です。ビットコインの値段上がってるでしょ。私ちょっと先月申し上げましたけども、95万円前後でしっかりと仕込んでおいてくださいってことだったと思います。一回上昇してね、利確を多くの方がされました。ここはね、自然上昇と自然利確だと思いますけども、今回137万円ぐらいまでビットコインの値段上がってるんですけども、ちょっと画面切り替えてみましょうかね。これコイン原稿ね、このよく私が使ってる価格表示サイトなんですけども、ビットコインが137万4415円になってますよね。これなんで上がったかっていうと、今ね、マイニングをはじめとする暗号通貨の案件っていうのが結構出てるんですよ。詐欺案件です。これ私から見ると詐欺案件ですよ。でこれを多くの方が参加するためにビットコインを一回両替しなくてはいけないんですよ。日本円をビットコインにすると、そしてビットコインをその詐欺サイトに送金するという手順が必要なんですけども、この需要が高まってるからなんですよ。でまさに私が申し上げたストーリーの通りに、詐欺が出回るとこうやってビットコインの値段上がるんで、そういった詐欺案件はね、マイニング案件とかほっといて、ビットコインをただ買っておいてね、放置しておいて、まあ儲けましょうって話ですよ。ですから95万円前後で買っておいて、100万円を超えたら買わないでくださいってことを申し上げていましたね。95万円前後で買った方ね、今値段上がってるでしょ。40万円ぐらいリザイア取れてるわけなんですよ。1ビットコイン持ってる方でも。まあ2ビットコインでもいいですよ。まあそういうふうに 0.5 でもいいんで、ビットコインを私が言ったタイミングで持たれてる方っていうのは、今ね、利確して、離脱する時期が来ましたんで、そうしたらいいと思います。このね、ビットコインバブルは一旦また終わります。やっぱり詐欺がね、詐欺として確定するというか、多くの参加者ががっかりして、資金を集めた時、そしてお金をね、お金というかビットコインを集めた業者さんが、それぞれの通貨に交換した時に、このビットコインバブルはまた終わるんですよ。同じことの繰り返しですよね。で、私の相場感としては、ビットコインってのは100万円前後で推移するのが、まあ、今のところね、今のところバランスだと思います。で、このね、今137万っていうふうに上がった時にね、上がった時にこれから上がりますよっていうふうなことを言う人もいますけども、まあ、それはね、わかりませんよ。わかりませんけども、まあ、150万、行くか行かないかっていうところで一旦ね、また利確が起きるんじゃないかなと私は考えてますね。そっからはどういうふうに考えてるかなんですけども、私はもうね、ビットコインのテクニカルしか見てないんで、テクニカル通りに行かなかった時は私の予測が甘かったかなと思ってね、自分の資金を諦めるだけですけども、ただまあ95万でね、買ってますんでね、95万前後で。何個か玉を立てて買ってますんで、まあもう私は今週中に、もう一旦利確してね、まあ、ビットコインの、そのポジションから、退場して、あまりね、大きく欲をかかずに、まあ、そこそこでいいんではないかなと思いますよね。だって1ビットコインでも40万の利益上がってるんですよ。だから100万円前後で買ったものが4割の利益をこの1ヶ月もたらすわけじゃないですか。どんなハイプ案件よりも安全で高利回りだと思うんですよね。だから妙なのに参加してお金失ったりとかね、いろんな YouTuber さんが暗号通貨のことでね、これに参加しましょう、あれに参加しましょうみたいな形で流行らせてますよね。世界で一番ですとかね、なんとか以来初めてのとか言いますけども、そういう触れ込みばっかりですよね。だからそれ興味がある方は参加してもいいと思いますけども、結局飛ぶというふうに思ってるじゃないですか、やっぱり。思ってないですかね。いや、結局飛ぶんですよ。何が飛ぶかっていうと、支払いが間に合わなくなるんですよ、結局は。で、運営が一定の利益を確保して、やめなければならないときに、ユーザーさんにね、すべてに利益を供与して、赤字になってでもね、皆さんに損させないっていうところはないですから、やっぱり儲けるためにやってますからね、そういうところも。だから儲かった時点で、あとは離脱の時期を考えてるのは、そのビジネス元も一緒なんですよ。まあ、詐欺をビジネスと言っているのかどうかわかりませんけどね。で、先日もね、フランスゴールドなんとか、PGA って、っていうのを私知らなかったんですけども、一週間前までその話題知らなかったんですけども、多くの方がこれ買ってますよね。気の毒でならないんですよ。まあ何を信じてどこにお金を投じるかは自由なんで、そんなん買ってからお金失うんだよ、バカめっていうことではないんですよ。やっぱりテクニカル、私はね、テクニカルだけを信じてます。相場においては。だからテクニカルにそぐわないのはまず買わない。テクニカルにそぐうものでも、そうならないことがあることを強要しているんで、余剰資金でやると。まあ、それによって資金が増えてますんで、まあ、一番いいんじゃないかなと私は思うんですけどもね。やっぱりね、難しいんですよ。マイニングとか、わけわかんないですから。暗号通貨とか、裏付けが取れないですから。で、裏付けがありますよって言わないと、
いけないものっていうのは結局裏付けがないっていうふうに私は考えてるんですよね。で、本当に確実なものだったら、まあ、もっとね、法的な措置があるべきだと思いますし、で、確実なものっていうのはね、やっぱり時間がかかるんですよね。今日見て今日信じれるものではないですし、最近生まれたものにドンと飛び乗るものでもないんですよ。先行者利益って言えばね、なんか人の心を惑わすんですけども、先行者利益が、普通の暮らしを送ってる私たちに来ることはないですからね。カノ姉妹とか所ジョージさんって言いますけども、特別じゃない人から来るわけなんですよ。で、私たち特別ですかね。特別じゃないですよね。少なくとも影響力がある。情報拡散能力がある。自分が紹介したら多くの方が買ってくれるっていうふうな見込みのある方じゃないと、そんな先行情報なんて来ないですよ。だから、インフルエンサーと言われる方には優先的に情報が渡ってくるんですよね。まあ私のところには全然来ないですけども。私はそういう情報をね、否定しまくってきたんで、断りまくってきたんで、もうすでに来ないと思いますけども。だから PGA みたいなのね、私のところに来なかったということなんですよ。来ていても紹介しないですけどね。もうこんな変な案件来ましたよっていうふうな動画を撮るだけですよ。みんな引っかかるなよみたいな動画を撮るだけです。先日もね、ファイルコインっていうのを、知って、私ね、紹介はしてないんですけども、自分で購入しました。自分で購入した皆さん買わないでくださいよって繰り返し繰り返し言ったのに、どうやって買うんですかって方が来るんですよ。だからよっぽどね、私がこれいいですよって勧めるもんではないかなと思ってます。どんな案件に対してもです。まあさすがにね、どうやったら参加できるのかって聞かれれば、内緒ですっていうことはないです。お伝えはします。うん。まあ聞かれればね。だからね、興味を持つのは自由なんですけども、参加したことをね、それを教えてくれた人のせいにするのはこれまたね、違うと思うんですよ。そう思うんだったら、もう聞かないことだし、教えてもらってありがとうじゃないと思うんですよね。だから私が、情報発信で、暗号通貨にしても投資にしてもお話してるのは、余剰資金でやることとかね。それからテクニカルはしっかりと身につけること。そのために FX は基本中の基本なんですよ。それをやらずしてお金を投じるっていうのは単なるギャンブルだということもね、繰り返し申し上げていますし、根底には、いつでも余剰資金を作れるような自分でいることなんですよ。だからビジネスをマスターすることは、これは投資に入る入門編の、もうその初歩の初歩だと私は思っています。ビジネスがダメだから投資に行く人っていうのは、投資でもダメになります。ビジネスがうまくいったから投資の世界に行くと、これはね、投資で失敗してもビジネスで取り持つことができるんで、何回でもトライできるんですよ。だそういう風になっていかない限りは、なかなか厳しいんじゃないですかね。そのビットコインが値上がりしたってことを知って、ビットコインのチャートを見るようではもう遅いですからね。ビットコインが誰もが見てない時とか、誰もが飽きた時とかね。それこそ、もう、このビットコインなんて久しぶりだなとか、懐かしいなって思うが時にもうすでに仕込んでる状態。ですから、なんですかね、今年の3月、4月で私がずっと散々パラね、動画上げてきましたよね。あの時が、まあ、最後の仕込み時だったんではないかなと私は思います。で、それからね、暗号通貨、ビットコインについては、ニュースしばらく止めてたでしょ。もうないんですよ。だから、値上がりした時に進めるのはすごくリスクが高い。高値掴みをね、進めちゃうことになります。ビットコインバブルが起きた時に、地上波がね、出川哲朗さんで CM 打ってきましたよね。あれがもう遅いんですよ。あの時も遅いって言ってた。テレビで CM した時はもう遅いんで、これで買った人は全部高値掴みですよって言ったのに、やっぱりあれで買っちゃう方もいるんですよね。まあでも私のね、説得力がそれだけないってことなんで、それはもう仕方がないと思います。まあ久保さんの言うことを参考にしようかなとか、久保さんの言うことを思考の比重に置こうかなと思った方は、大きな痛手を被らずに今でも生き延びてると思うんですけどね。まあもちろん私が全てではないんで、ご自身で考えていただければいいと思います。私もね、発言の責任は一定額取っていかないといけないと思いますけども、ただね、解釈を無限に広げた方の責任までは取れないですから。私は少なくともテクニカルをマスターすることとか、余剰資金でやることとか、ビジネスをマスターすること、その前提で暗号通貨なり投資に手を出すのは、それはもう、ね、十分で私のね、言ってることですから、責任の取れないでもないんですけども、多くの方、資金を失った方って、ビジネスは全然ダメだった。集客力もなかった。発信もできない。で、余剰資金でもない。お金を借りてきたりとか、借金してやってるみたいなね。そんな形だったりとかして、テクニカルもやっぱりね、勉強してないんですよね。だから、投資の基本がマスターできていれば、私がね、もし間違いを言ってても、これは違うでしょっていうふうに分かるはずなんですよ。私はその範囲でしか話してないですからね。こんなに高度なことは私言ってないんでね。まあちょっといろいろとお話ししましたけども、ビットコイン今手を出すのはもう遅いんじゃないかなと、私は思いますよね。だから100万超えたらもう買えないですよ、ビットコインってのは。私が考えてる適正価格が100万なんですから。だから今137万でしょ。ここがね、底値だとか、買い時だっていうのはとてもじゃないけど言えませんから、私はね、
言ってる方もいると思いますけども、あとは何を信じて誰を信じてどう行動するかあなた次第ですよ。私は95万の時しか買い時はないというふうに今年は一貫してお話してますんで、95万前後の時だけ、100万を超えたら買えない、それずっと言ってますからね。ただそれだけは覚えておいてください。今買うのはもう高値掴みでかなりリスクが高まります。儲かったとしても儲けの額は少ないです。それに対して大きく値下がりするその可能性の方が高いですから、リスクリワードは最悪の時期だと思いますよ。110万を超えた時からもう最悪ですけどね。それでは行ってらっしゃい。